次はバッテリー容量テストモードです。電源プラグを抜いて OK ボタンを押しながら電源を接続します。 FUN1 または2が表示されたらノブを回して FUN2 を選択します。ビープ音はオンにしておきましょう。このままで OK ボタンを押します。バッテリー容量テストをする前に放電時間率と放電収支電圧についておさらいしておきましょう。これがこのニッケル水素電池の放電特性グラフです。この電池の容量は 1900mAh です。ニッケル水素電池の場合は容量電流値の5分の1のこの場合 380mAh でテストします。これは JIS 規格で決まっている放電電流の設定方法です。完全充電された状態では 1.45V あります。それから初期に急激に電圧が落ちてきて、その後 1.25V 程度でゆっくり電圧が下がっていきます。完全放電に近くなるとこのようにまた急激に電圧が下がり 1.0V で放電収支電圧まで下がります。この時点でこの電池の中にはほとんどエネルギーは残っていません。またこのまま放電を続けて電圧が下がっていくとバッテリーに永久的なダメージを与えてしまいます。したがってテストは 1.0V で止めることになります。セットする電流は電池の種類によって決め方が異なります。電池からエネルギーを多く取り出すには一度にたくさん取り出すより少しずつ取り出した方がトータルでは多く取り出せます。例えばこのニッケル水素電池の容量は 1900mAh です。これは 1900mAh の電流を1時間取り出せるという意味ですが、実際にはそれより短くなります。逆に 190mAh なら10時間の計算になりますが、実際はそれより長く使えます。ただしこれは新品の場合です。したがって放電する時間が違うと性能の比較ができなくなるので、JIS規格ではニッケル水素電池の場合容量は5時間流せる電流で表すように決められています。つまりこの電池の場合 1900mAh の5分の1 380mAh の電流を5時間流せるという意味です。ですから表示してある容量が正確か、またはどれぐらい劣化しているかを測定するには、表示してある容量の5分の1の電流を流してどれぐらいの時間使用できるかを測ることになります。もう一つ注意することは、急速充電では 100% の容量を充電することはできません。メーカー発行のデータシートでは放電テストをする前の充電条件も書いてありますが、一般的にはスロー充電で完全充電してからテストを始めると良いと思います。さて前置きが長くなりましたが、実際に測定してみます。ここではニッケル水素電池の容量を測ってみたいのですが、本物の電池だと放電するまでに時間がかかるので、ここでは実験用の電源を接続してみます。最初は 1.4V にしてみます。このマルチメーターに実験用電源の電圧が表示されています。放電収支電圧は 1V なので、カットオフ電圧は 1V にセットします。カットオフ電圧は 1V にセットします。電流は1900÷5 で380mAh にセットします。ここでランボタンを押せば測定を開始します。一瞬 J52 と表示されましたが、これについては後で説明します。上側の7セグ LED には電圧、アンペアアワー、ワットアワーが順番に繰り返し表示されます。 WH、ワットアワーは電圧×電流×経過時間を時間の単位で表示します。これは電池から取り出しているエネルギーを直接表示しているわけで、電池の評価にはこちらの方が適しています。バッテリーの電圧は放電中に変化するので、アンペアアワーでは正確な測定方法とは言えませんが、電池の規格がアンペアアワーでの表現なので、一般にはこちらの表現が使われます。ここで放電して電圧が下がってきて、カットオフ電圧の 1V に達すると、自動的に電流が停止してブザーが鳴ります。
ここで OK ボタンを押すとビープ音が鳴りやみ、ノブを回してアンペアアワー、ワットアワーの表示ができます。再度 OK ボタンを押すとリセットされ最初の表示に戻ります。このリセットは確実に行ってください。最後にスイッチが切られた状態を覚えているので、リセットしないと次の測定時には前のアンペアアワー、ワットアワーが残ったまま加算されてしまいます。この電子負荷は4ワイヤーでの測定をサポートしているので使用してみましょう。使用する電線は細いもので大丈夫です。これをここに接続します。それからこちらは電流を測定する配線ですので、これを例えば電池ボックスにつなぎます。測定するとき電流はこちらを流れていきます。これと電圧を測定する配線を別に、なるべく電池に近いところに接続します。これで測定を開始してみます。一瞬 J5-4 と表示されますが、この4は4ワイヤーの測定であることを示しています。ここで測定を実験用の電源に戻してみます。この違いがよくわかるように、もっと大きな電流で試してみましょう。当実験室で使用しているパワーサプライはこんなものです。電圧は 2.5V、 電流の制限は 10A にセットしています。この電流を測定する配線をパワーサプライにつなぎます。それからこの電圧を測定する端子からの配線を実験用電源装置のなるべく出力ターミナルに近いところにつなぎます。電流はなるべく大きい方が4ワイヤーの効果が大きく出るので、ここでは 8A にセットしてみます。でスイッチを押して測定を開始します。現在パワーサプライの電圧は 2.4V です。電流測定端子の入力ではご覧のように約 2.17V です。次に電圧入力端子の電圧を測ってみます。ご覧のように約 2.42V、電圧効果はほとんどありません。つまり4ワイヤーで測定することにより、正しい電圧とワットアワーは電圧×電流×時間ですので、ワットアワーの計算が正しくできます。